皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今日はですね、帰ってきたシリーズでお伝えをしてまいります。ダホンのね、長らく屋台骨を支えてまいりましたルートのご紹介でございます。で、本車両1馬からね、もう5、6年前ですねに納車をさせていただいたものでした。で、まあね、すごい大事に乗ってくださって、今に至るという形になります。で、現在ですね、ご家族でね、これ兼用ということになるそうです。で、お客さんのお母さん、が、ママさん自転車代わりに使いたいと。で、お客さん自体は自動車に乗せて、自動車で持ってって、行った先で乗るとか、自動車がね、ちょっとした事情で、自動車がね、離れたところにあって、それをですね、取りに行かないといかん時があるということだそうです。で、その時はね、例えば畳んでバス乗って行って、で、近くまで行ってね、で、そのバス停から自走して、で、自動車のとこまで行って、自動車乗せて帰ってくるとか、なんかそういう自在な使い方をせないかんということで、ルートになっているわけです。で、その、お母さんが使うとなった時には、やっぱ買い物用として使いたいということなので、カゴとかね、ああいうのはやっぱいるわということで、実はここですね、ここにカゴがついて、るわけなんですよね。で、それでですね、その積載能力をもうちょっと上げたいということで、リアキャリアを増設して、ここのバスケットですね、これをこうさらに追加すると。で、その上でね、そのバスケットいらないという時は、外して折りたたんで、普通のルートと、いうことで使えますようにというふうになっているわけでして、ある意味ね、そのダホンとかね、ターンが目指している折りたたみの運用の叱るべき姿を、この車両が図らずもね、実現するというか、実践するという形になっているわけですよね。で、これやっぱすごいね、お客さんやっぱほんと感心されてて、今までね、マウンテンとか 700C ばっかり乗ってたんだけども、これに乗るようになってから、もう20インチで全然いいねーというのも分かってきたし、その走行性能が低いっちゃ、それはもうもちろんそうなんだけども、それのおかげで逆に見えてくることもたくさんありますよねーというお話をなさってまして、これほんと素敵なことだなと思います。自転車のね、性能云々っていうのが、走ってなんぼだけではない。それだけじゃない何かを多分に秘めたものであると。そういう素敵な乗り物なんだというのが、多くの人にね、認識され始めたなと思いますので、うちとしてもね、そういう人がもっともっと増えるように、引き続き頑張っていきたいなというふうに思いました。引き続きね、安全運転でお楽しみいただきたいと思います。ありがとうございます。